小川義水は、日本最初のプロテスタント教会である日本、キリスト公会の長老であり、同公会最初の日本人牧師である。1831年、武蔵国玉群府中分梅で幕府の師範として、農業をしていた小川藤志郎の長男として生まれた。同郷の友人の多くは、将棋隊に参加して、上野戦争で戦死したが、 小川は病弱のために戦争に参加できず生き残った。デイビッド・タムソン宣教師、小川の名友の奥の摩擦な1865年、横浜に行って、オランダ改革派のディビッド・タムソン宣教師の日本語教師になり、旧約聖書の和訳を手伝う。タムソンの殿堂を助け、JC ・ヘボンの診療所に通う中で、聖書に触れて、キリスト教に入信した。 1869年に洗礼を受ける。1870年9月に、奥野正綱の親戚を通じて、和歌山藩の大惨事である津田でから、欧米事情の講義の依頼を受け、小川は、タムソンについて、和歌山を訪問する。そこで、和歌山藩預かりの長崎浦上村の配慮された、キリシタンを目撃する。1872年林王寺具の元家臣、奥野摩擦を、 オランダ改革派宣教師 JC ヘボンの日本語教師に紹介する。創立時の日本キリスト公会と1922年建設の街道1872年に横浜居留地に日本キリスト公会を設立して奥野正綱と共に長老になる。1873年2月にディビッド・タムソンと共に東京築地に転居する。公認の長老は本田陽一になる。 同年明治政府がキリスト教近世の考察を撤廃すと9月設立された東京キリスト公会の長老権伝道士になる。奥野正綱と共に1873年10月より日本最初の伝道旅行を始める八王子で伝道を初めて牛込教会、浅草教会を設立する。1877年10月3日に奥野と一緒に アンシュレを受けて牧師になる。1878年7月15日から3日間、東京公会で開かれた第1回全国、キリスト教神と大神牧会では愛について演説した。1886年に東京本郷に明星協会を設立する。1903年に本郷明星協会を辞任する。その後巡回伝道を行う。ありがとうございます。